にご報告ですが、長州選手は右手首腱鞘炎治療のため今大会は欠場となりました。その長州欠場につきまして天竜選手は、長州の生き様は互いに励みになる、長州との試合は10年間プロレスをやってきてやはり一番心に残る、あいつのことだから休んでいるのが一番辛いだろう、早く治ってこい、やろう、お前のバックドロップを取らないと肩が凝って仕方がない、このように天竜らしいコメントを残してくれました。そしてジャンボ鶴田も以前右の肘を故障しましてリングに上がれない苦しい日々を過ごしたことがあります。さあニューリーダージャンボ鶴田、天竜源一郎、どんな試合を見せてくれるのか。相手はテリーゴディアートクルーズ。試合に先立ちまして、日本テレビ秋田放送並びに番組のスポンサーより両チームに豪華な花束が贈られました。30分の一本勝負、ファイティングスピリットにはいいものがあります。アートクルーズ140キロあります。重戦車、人間魚雷、打迫力、テリーゴディ、来週はロードウォリアーズとのインタータッグ防衛戦があります。気合入る天竜、来週いよいよ世界戦フレアーに挑みます。郡山大会ジャンボ鶴田。さあ山田さん、来週放送郡山フレアーの NWA に挑戦が決まっております鶴田、そして今夜は八ヶフレアーに挑戦、そしてまたあの輪島選手も再来週放送の武道館でフレアに挑戦。まあこのいよいよシリーズ後半戦に入ってきましたけども、この世界戦ラッシュってのはすごいですよね。すごいですね。もうとにかくビッグイベント目白押しという感じでですね、はい、まあ何がどうなるやら、はい、まあ、やる方の選手が大変ですが、はい、見る側にとってはこれは素晴らしいイベントの連続ですね。そうですね。まあ、この間にもタイガーマスク対フレアの猛虎7番勝負の第3戦が予定されております。さあ鶴田が出るぞ、鶴田が行った、来週放送の郡山大会フレアーの NWA 世界ベルトに挑戦です。ジャンボ鶴田、相手はテリーゴディ。山田さん、鶴田コールが沸き起こってますが、これで18回目の NWA 挑戦、まあ、今度はやるんじゃないかというすごい期待がかかっていますよね。そうですね、まあ、あの今日の結果を待たなければ相手が誰になるのかわからないわけですから。ただね、あの今リング上でご覧になって分かる通り、テリーゴディというのは大変に大きくて力もある、しかし鶴田選手なら見てて全く不安がないですね。さあ先制攻撃はジャンピングに、ジャンピングに、果たして今夜ヤツが勝つのかフレアが勝つのか、その勝者とこのジャンボ鶴田が相対します。まずは魚雷ラリアット、テリーゴディもやりますね。お返ししましたね、なかなかね、あのテリーゴディっていう選手は負けん気が強いですからね、自分が一発やられるとお返しを必ず倍にして返しますね。さあ今度は相手はアートクルーズになってまいりました。さあおっとアートクルーズもいい動きを見せている。ドロップキック、ハンセンからインターヘビー、そして長州やつからインタータックを奪還した鶴田、今度は丸め込みました。ジャンボ鶴田であります。今山田さん、本当に自信満々という表現がぴったりきますよね。そうですね、はい、鶴田選手最近ね、一つ気がつくことは、あのジャンピングニーバットをね、はい、非常にスムーズに出すことですね。そうですね。あーっと、そしてここでジャンボラリアット。いやいやいや山田さん、この立ち上がりの先制攻撃というのは鶴田すごいですね。すごいです、はい、今日はねもういきなり飛ばしてますね。そしてダブルの攻撃、天竜につないでいきます。さあ天竜現在2冠王、こちらも好調です。さあその天竜の調子のパラメーターを測るエルボードラップが炸裂。さあこれで決まるか、カウント1、テリーゴディが140キロをのしのしとリングの中央まで運びまして、これをカットいたしました。さあテリーゴディと天竜、先週のシングルマッチを思い出しますね山田さん。そうですね、まあ今ね乗りに乗ってる天竜選手、はい、こういうテリーゴディみたいな大型とね、ガンガン当たると好勝負が生まれますよね。すごい音がしました。まさに肉弾相打つといった感じがぴったりであります。さあ今度はテリーゴディ何を持ってくるのか、おーっと魚雷ラリアット、
今夜は乱発であります。しかしケリー・ゴディという選手はね、もう何をやるかわからない。そうですね、そのあたりが非常に面白いんですね。今度はサソリですか。そうみたいですね。日本のマットをよく研究してるんですね。サソリ固めを持ってまいりましたケリー・ゴディです。とにかくね、これだけ大きな体でいながら、スピードはある、テクニックは高い、それもね、大技あり小技あり、それからド迫力の体当たり、何でもやりますからね。そうですね、当初武道館大会では輪島との一騎打ちが決まっていたんですが、長州欠場のため輪島対フレアーさんの決定によりまして、これがなくなって、それだけにここ先を今夜鶴竜に向けているわけでありますケリー・ゴディ。さあ天竜円錐、この作戦はどうですか山田さん。いつも思うんですが、この円錐だけはね、さすがにタフなゴディがいつもね顔をしとめますね。そして今度はさっきのお返しサソリ、天竜もやる。これは効きますよ、ゴディはね、ちょっと靭帯を痛めてますからね。あ、サポーターしてますよね。そうなんです。左足の注目いただきましょう。分厚いアメリカンフットボール用のサポーターでしょうか。これを巻いております、ケリー・ゴディ。あっと今度はよく見ていた、アートクルーズが入るところを天竜ラリアット。さあそしてジャンボにつないだ。さあ大型同士ジャンピングに、山田さん今日のジャンピングにどうですか。いや今のは真正面からですね、非常にね、無理な形ではなくて砂ずに出てますよ。山田さん驚きました、鶴田もサソリ、鶴田もサソリ、リング中央踏ん張った。さあ鶴田力が入る。まるで山田さん、このゴディ組をですね、仮想ロードウォリアーズにしているかのようですね。そうですね、まあ久々のね鶴竜コンビ、これビッグイベントを控えてのですね、コンビネーションを今日確かめ合ってるんだろうと思いますね。来週放送の武道館大会、1年ぶりに長州やつから奪還しましたインタータッグのベルト、この初防衛戦があのロードウォーリアーズであります。アートクルーズの、ラリアットでありますが、これは体を右に避けまして、これをかわしております。さあ今度はケリー・ゴディ、140キロのこの飛んでくるこの様はどうですか。いやこれがね、ちっとも重く感じなくて、すごく軽く飛ぶんですね、あれが怖いですよ。さあそのケリー・ゴディからアートクルーズへの連携戦法であります。エルボーを出しました。アートクルーズもね、パートナーがケリー・ゴディだっていうことで、非常にリラックスして思い切ってかかってきますね。伸び伸びとやってますね。度胸がありますよ、なんといってもね、相手は鶴竜コンビですから、もう下手にね突っかけようもんならお返しを食うことはもう目に見えてる。そうですね、でもね真正面からガンガン来てますね。背中が真っ赤であります。アートクルーズ気合が入っています。エルボーを打ちました。お互いの成長のためにこの鶴竜コンビは、そしてまた全日ナンバーワンの座を決めるべき発展的解消を発言をしております鶴竜であります。タッグマッチ、一緒に組むことは今シーズン少ないんですが、今日のコンビネーションは非常にいい鶴竜であります。さあ鶴田がタップロープ、鶴田がタップロープ、何を待ってくるか、とこれは驚いた。タップロープからのジャンピングにバックドラップだ、バックドラップだ。これで AWA の世界ベルトを取った鶴田。さあどうだ、カウント2-3、抑え込んだ。すごいですね、すごいですね。いやこれはね、抑え込んでる時にケリー・ゴディのパンチをもらった、それでも全く離さなかったですね。来週の森山大会、今夜八つがフレアに負けた場合ですが、フレアの NWA ベルトに挑戦するんですが、鶴田今週いかがでした。いや非常に、好調ですし、です今日は、鶴田選手の一人舞台と言ってもいいぐらいの活躍ですね。そうですね。そしてまた鶴竜のコンビネーションも光った一戦、6分41秒、鶴竜が堂々の勝利。このバックドロップが NWA タイトル奪取につながるかどうか、鶴田に期待したいと思います。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は秋田県立体育館から秋田放送の制作協力で実況生中継でお送りしています。